お元気ですか、ボクシミです。今回は2023プロ野球チップス第1弾開封動画4回目でございます。今日もね、10パックで、ね、挑戦したいと思います。もうそろそろね、あのラッキーカードね、いきたいなと思っております。第1弾のラッキーカードはですね、あの専用のね、ファイルがね、あの もらえるんですよ。まあそれを目指してね、頑張っております。それでは行きたいと思います。4回目の1袋目でございます。水上義信選手ですね、埼玉西武ライオンズの、カードでございます。日本ハムファイターズの上川端大吾内野手でございます。2袋目でございます。広島東洋カープ西川龍馬外野手でございます。で、埼玉西武ライオンズ与田海人投手でございます。3袋目でございます。阪神タイガースの中野拓夢内野手でございます。東北楽天ゴールデンイーグルスの田中将大投手でございます。4袋目でございます。本塁打王打点王の埼玉西武ライオンズの山川穂高内野手のカードでございます。で、千葉ロッテマリーンズの三馬学投手でございます。5袋目でございます。最優秀中継ぎのこれ阪神タイガース湯浅敦樹投手の、ね、カードでございます。北海道日本ハムファイターズの上沢直之投手でございます。6袋目でございます。千葉ロッテマリーンズの三馬学投手でございます。で、阪神タイガースの西純也投手でございます。7袋目でございます。楽天イーグルスの辰巳亮介外野手でございます。横浜 DeNA ベイターズの浜口春弘投手でございます。8袋目でございます。広島東洋カープの小園海斗内野手でございます。で、日本選手最多となるシーズン56号本塁打を打ったヤクルト村上選手のカードでございます。9袋目でございます。広島東洋カープの小園海斗内野手です。オリックスバファローズの山崎達也選手でございます。最後の10パック目でございます。大差セーブを挙げた
楽天の松井裕樹投手でございます。で最後は横浜 DeNA ベイターズの山崎康晃選手でございます。以上で2023プロ野球チップス第1弾の開封動画4回目を終わりたいと思います。4回目はですね、ごめんなさい、白サインカードもなければですね、レアカードも出ませんでした。ね、本当に申し訳ございません。またね、5月以降に今度5回目やりますので、もしよかったら見に来てください。以上でございます。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録するかしないかは皆様にお任せします。ありがとうございました。あ、ついでにですね、DBM 千葉ロッテマリーズのね、ベースボールカードも購入しましたのでね、届き次第、動画出しますので、そちらもよろしくお願いいたします。ありがとうございました。